君にとって僕はいいやつだったか、うちに来れて幸せだったか、君のハウスも君の思い出も今も変わらない、ここにあるよ。今でもよく覚えてる、君がうちにやってきたあの日、君の到着待ちきれないでそわそわしてた僕のファミリー。君を偶然見つけたカゴの中で、他の子よりなぜか大きくて、次に来た時まだ残っていて、無邪気な笑顔かわいそうで、それがきっかけ僕のうちに来ることになった。ほんと不思議、きっかけなんてそんなもんだ、今思えばあれが運命だよ。それから君の人生約10年、何にも変えられない、かけがえのない温かい時間を共に過ごす。